サントリー白州蒸留所シラス蒸留所は、山梨県北都市白州町と流言地席2913番地1にあるサントリーホールディングスのウイスキーの製造所である。サントリーウイスキー誕生50周年を記念して、山崎蒸留所に次ぐ、同社2つ目の蒸留所として1973年に設立された。敷地内には、 国産ミネラルウォーターの一つ、サントリーフーズが展開する、サントリー天然水南アルプスのボトリング工場が併設されている。別名も存在し、名称は、白州サントリーディスティラリー。1976年撮影の知らす、上流所付近の空中写真。画像下部を左から右に流れる神宮川砂岩に開けた戦場地上に立地している。 2011年現在、施設はさらに拡張している。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成地図同社のブレンデッドウイスキー用、モルト原種を算出するほか、シングルモルトウイスキー、白州25年及び、シラス18年、シラス12年、白州10年を生産している。 また2010年12月には新たにグレーンウイスキーの生産設備を導入し、2013年5月より本格稼働している。ただしウイスキーのボトリング工場施設は同書にはなく、出荷は損のまま行われる。かつてピュアモルトウイスキー北斗12年を生産していたほか、梅酒をウイスキー用の樽に詰め熟成したものを生産したこともある。 上流所の一部は見学コースとして開放されており、ウイスキーの製造工程とミネラルウォーターのボトリングの様子を見学ツアーにより無料で見ることができる。また、ウイスキー博物館が併設され、ウイスキーの歴史などを学ぶこともできる。水源地保護の観点から広大な森林を有していて、定期的に単調会を催している。 ウイスキーの水割りを作る際に最も微味とされるものは、ウイスキーの仕込みに使った水を使用したもの、と見学コースの説明されているが、道場流所産のシングルモルトウイスキー、シラスとサントリー天然水南アルプスの組み合わせはこれに、最も近く、かつ入手しやすい。近年では、道工場周辺において、地下水の水低下、混濁や、排水の泡問題が起きており、 これを同工場の再水に原因があるとして問題視する動きもある。シングルモルトウイスキー、シラス自体もサントリーホールディングスの傘下であるビームサントリーを通じて世界各国でも販売されている。シラス12年を1994年に発売。2006年にシラス18年、さらに2008年には白州25年を順次発売した。 ありがとうございます。